川端です。よろしくお願いします。今回はですね、まずカッコ X 引く A カッコ X 引く B、 これはね簡単にしなさい。また次の問題はカッコ X 引く A カッコ X 引く B カッコ X 引く C 点点点カッコ X 引く Y カッコ X 引く Z はどうなるかという問題ですね。早速やっていきましょう。まずこちら側ですね、まあ、普通に展開します。 X と X かけて X2 乗をX とマイナス B かけてマイナス BX、 マイナス A と X かけてマイナス AX プラス AB ということで、まあこのままでもいいんですけれども、まあここちょっとねまとめてあげるならば、 X を引くカッコ A 足す BX プラス AB とマイナス AX マイナス BX ねマイナス X でくくってあげるとこうなります。まあこれでもいいしこれでもいいんじゃないでしょうか。続いて問題はこちらですね、カッコ X 引く A、カッコ X 引く B、カッコ X 引く C、で、X 引く Y、X 引く Z ですけども、まあ、ここ展開したらこうなるわけですけども、さらに X 引く C かけて、まあ、三次式が出てきて、さらに X 引く D かけて、うわーってなってしまいますね。はい。これはですね、実はからくりがあるんですよ。からくり。気づきましたか？今から動画止めて考えてくれてもいいですよ。はい。解説してしまいます。この後ろから3番目、ここに注目してください。後ろから3番目何ですか？ Z、Y、X、Y、Z。X 引く X ですよね。X 引く X 何ですか？ 0 ですよね。ということで、0に何かけても0ですね。なので答えは0という具合になります。いいかな？ということでですね、まあ、ちょっと意地悪な問題だったかもしれません。高校入試では出ないと思います。以上で解説終わります。では。